どっちでしたっけ、始まりました。はい、どうもよろしくお願いします。チョリのエンジョイには遊びなんですけど、はい、あ、急遽ゲスト、ありがとうございます。おはようございます。あの、引き続き一応自己紹介してもらっていいですか。はい、はい、納得住宅の浮谷と申します。はい、よろしくお願いします。ウッキーさんですね。ウッキーですね。ウッキーさん、はい、で、ちょっと後々あの、はっちゃけヒロ君は来ます、ここに行きますけど、はい、何話します？そう、さっきの番組では何話してました？さっきの話では、とりあえず痩せよっていう、あの、今年の目標ですね。あー、何キロぐらい？具体的な数字は10って言いたいけど2にしときます。2ならいけそうっすね。2ならいけるっす、多分。え、なんで痩せようと思うんすか、急に。いやー、ちょっと体が動かなく床の下潜るときにつっかえちゃいそうになるんで。ああ、なんかそういう時あるんすか。そうなんですよ。ああ、その住宅の点検するときに、あ、通り抜けられないかもしれないってなっちゃう。それ閉じこもっちゃったらやべえですからね。そこでもう暮らさせてもらうことになっちゃうんで、僕。いやー、それで、そう、いやー、けど、まあ、そういう時は痩せてる人に入ってもらえばいいんじゃないですか。そうしたいです。気持ちはそうしたいです。あ、けど、まあ、痩せざるを得ない。痩せた方が早い。あー、どんなダイエットしようとかあるんですか。いや、でもとりあえず運動をすればなんとかなる。運動はしなくなっちゃったですよ。あ、働き始めて運動がする時間がなくなっちゃった。あ、趣味でなんとかとかもう全然。そうなんですよ。なるほど。筋トレですか。じゃ、筋トレもそうですね、してましたね。あの、バキバキ運動してたんで、前まで。あ、そうなんですか。大学生の時とかはもう、こんなんじゃなかったんですよ。こんなしっかりがっしりはしてなかった。で、ちょっとそのビフォー画像はないの。ないんすよ。ないの。困っちゃうんすよね。え、今何キロなんですか。今79ぐらいあるっす。79キロで、え、けど79キロ10キロとかきついっすよね。きついっす。だから2キロっす。だよな。100とかだったらまださっていけそうだけど、79キロでだと大変だよな。逆に目標ってあるんですか。いや、俺別に特に現状維持でいいかなっていう感じがな。痩せなくてもいい。うん。いい、羨ましいですね。けど一時期、今87ぐらいかな俺。はいはいはい。で、一時期93キロぐらいまで行って、それはもうあの脂肪と筋肉で。ああ、はいはいはい。で、いや、100キロ行こうと思ったんですよ。おー、そっちですね。これなら俺100キロまで行って体重何キロ、100キロって言えるぐらいに100キロまで行こうと思ったけど、100キロってマジで行かなくて。100キロの壁ってやばいらしいですね。うん、ほんと行かなくて、多分あれって才能っすね。あれはそうっすね。みんな言うんすよ。ほんとに、あの、本当に頑張っても100キロ行けなくて、諦めて3キロ落として90キロで何年もずっといて、今またなんか減って、って感じですかね。あ、あ、ジョイ、エンジョイです。おはようございます。この絵面、これ黒に衣装チェンジしていくのかと思ったらね。変わらず白のままで。初。はっちゃけヒロ君ですね。お願いします。おはようございます。初絡みっす。多分そうですね、初っすね。番組はどっちに出るとかもなかったっすからね。そう。でも、チョリさんの番組に出てたあの、劣化されるじゃないですか。うん、はい。鈴木くらいですか。はい。は、もう、現場でめちゃめちゃ合うんですよ。あー、そっかそっかそっか。納得住宅と、鈴木くらいの。あー、そういうことか。そう、鈴木くらい、あの子、若い。うん。そう、で、自分の後輩だったんで、高校も。あー、じゃあ、駿河。駿河。あー、そっかそっか。重なってますよ。そう。あ、被ってましたね。だから先輩とかも。あ、じゃあ今26ですね。26歳。へえ。自分がそう高校3年の時に1年か。ああ、それで。そうで、自分の代の野球部がちょっともう悪ばっかだったんで。ああ、そうなんだ。で、そう、鈴木くんが
1年で一応1年の中のキャプテンみたいな感じだったんで、めちゃめちゃ大変って言ってました。問題ばっか起こすもんで大変だって。そこでつながってんのか。そうそう、で、まあ、現場ではよく会ってたんで、超捨てて。え、2人同い年ですか？ここは違う、1個離れてます。僕の方が1個下です。25歳。25なんです。いやあ、じゃあ俺一番年上っすね。うるっす、うるっす、狭い狭いチュース。でも面白くて、自分なんかは大体ね、はいはい、35ぐらいに見られるんですよ。この仕事やってるとお客さんの前に立つじゃないですか、うん、ちょっとね、大体お客さん30代から20代ぐらいのお客さんもいるんですけど、うん、まあ確かにそうですね、うん、大体35ぐらい見られるんですね。あー35 なんか店長と一緒に並んで営業とかしても、うん、なんかお客さんって絶対自分の方を見つめてくるんですよ。店長が自分の部下だと思ってた。え、店長はリアルの年齢はいくの？33とか。33になりましたね。じゃあ、だから自分の方が年上に見られる。すごい自分の方ばっか見て喋るなって。ああ、そうなん。あ、じゃあ同じ店舗で働いてる感じですか？今はそうです。そうなんだ。そう、まあ、復帰の方は富士から静岡の方まで来てるんですけど、今。そうですね。おー、そうそうそう。あ、富士に住んでるんですか？富士。そうです、そうです。へえー、富士か。いいじゃないですか。めっちゃ遠い。いや、混むイメージですね。ああ、はいはいはい、はい、あの清水あたりで。そうですね。ずっとやってる工事中で。確かに、うん、あれ長いっす。あれはもう終わんないんじゃないか。行きも帰りも俺が生きてるうちは終わんない。めちゃ終わんねえな、それ。この工事は長えよなって。あそこは終わんないです。で、はっちゃけひろくんはあれです、ダイエットはするんですか？今ダイエットの話してたんですけど。いや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 、何をおっしゃるんですか？何をおっしゃるんですか？何をおっしゃいますか？何をおっしゃいますか？もう今年はいけますよ。何キロ落とします？いうのも現役、自分サッカーやってたんですけどね、はい、現役時代から大体、今、うん、現役3年ぐらい経ったんですけど、辞めてから、はいはいはい、ちょうど丸3年ぐらい経ったんですけど、はい、現役時代はもう逆にガリガリだったんです、骨みたいな、はいはいはい、確かに。そうですね。なんで60キロとか、はい、むしろ50キロ台だったんですよ、58。で今が大体70。え、じゃあめっちゃ太っ10ね、多分5キロとかそんぐらい太ってるんですよ。じゃあやっぱサッカーとかはもう走るから、はい、もう引き締まるじゃないですか、絶対に。まあそうですね、代謝はね、そりゃ走らなくなったら太りますよねっていう。でびっくりするのがね、空量が減らないんですよね。これがびっくりで、現役時代と空量が減らないんですよ。あ、そっかそっかそっか。めちゃめちゃ食うじゃないですか、疲れてるから。野球もそうだと思うんですよね。まあ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 、その量がね、なかなか減らなくて。米食いてえとかね。ご飯も美味しいんですよ。お前はただ単にご飯美味しい。ご飯美味しい一般人、お前。ご飯ね、美味しいんですよ。ご飯美味しい一般人じゃん。お酒は飲みます？もうガンガンですね、毎日ですもん。でもお酒じゃないですか？お酒だと思います、一もう毎日飲むんですよ。家帰ったらまずお酒です。あ、でもそれかな。シャワー浴びながら飲むんですよ、俺。マジすごい。こぼれ、こぼれるんすよ。本当にすごいですよ。シャワーを見ながら待てない感じだ。飲んでちょっと水で薄まってくるんです。水割りです。お湯割りじゃん。マジか。そら太るな、多分。聞いた時爆笑でしたもん、本当に。面白いな、それ。え、けどサッカーとかやってたんだったら、その体重の落とし方も分かるんじゃないですか？いや、分かるんですよ、分かるんですよ。分かるからこそ。ね、そう、分かるこそ、何ちょっとモヤモヤする感じがあるんでね。いけますよ、いけますよ、やろうと思えば。あ、けどまあ別に、なんかけどスーツっすよね、仕事。スーツっす。ガタイはいいじゃないですか。あ、そうか、そうか、そうっすよね。あとね、意外とひょろっとしてるよりかは、うん、がっちりした方が、そうそうそう、意外とお客さん安心するんですよ。うん、でも絶対そうと思います。だから太りましょう。いいじゃないですか、痩せなくて。みんなでね、100キロ超えなきゃいけない。ほんと100キロはほんと大変っすよ。もう壁がもう、うん、でもやっぱり硬い、いいっすよね。僕は何年か前まで筋トレバチバチにやったんで、ほんとにもうイカれてるって言われてるぐらいだったんで。もう今やめられちゃったんですか？コロナ禍になって行かなくなったっすよ。あ、そう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 、
その前まではめちゃくちゃやってたっすね、筋トレを。野球やめてからも。野球やめてからもずっとずっとやってたっすね、筋トレだけ。それなんてやってたんですか、趣味。初めはなんか体力作り的な感じでやってたんですけど、はいはい、途中でなんかもう趣味、趣味と、なんかそのジムに行くと連れがいっぱいいたんで、あ、そう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 、ウィーって感じで。わかります、わかります。わからないでしょ。いや、わかる、俺言ってたもん、ジム。うん、言ってたよ。けど、今からダイエットって言われると思いつかねえな。やっぱまずは飯を減らすこととか、酒減らすこととか。そう、え、そう、そう、え、とか言ってももうええって言ってる。なんでだよ、それぐらいやんなきゃ。食べて動くじゃない。あ、でもそれもありかもしれないですね。だから、食った分動くみたいな。お酒はもうやめられないことに気づきましたね。あ、体が。彼はお酒ですね。あ、お酒飲まないですか。全然飲まなくてもいける感じです。お、じゃあご飯が。こっちはご飯だから。麺がね、美味しいんですよ。確かに、まあそうだよな。俺けど食う量は減ったかな。それでも見ました。減ったかな。なんか仕事めっちゃ忙しくなって、あ、昼飯抜きとかにしてたらそれが平気になって、はい、ってなると体ってなんか省エネで動くじゃないですか。そうですね。だからそれで慣れちゃって、うん、別にそんな食わなくていいな、うん、食おうと思えば食えるけど別に食わなくていけるなっていう感じ。いや、そう。とあと仕事がやっぱ結局動くから、うん、そうっすよね。ずっと体重変わらずって感じかな。もう特に全然話変わる。ご結婚されてるんですか。してないですよ。してないですか。してます。いや、しないしないです。ここはしないです。あ、じゃあ全員独身だ。あ、疲れたです。あ、独身が。先輩が。先輩が。先輩が。へぇー。なんでですか。してるように見えました。いや、そう。もうなんかバリバリ、なんなら一回バツついて。めっちゃ言われるっすよ。普通に娘いそうとか言われるっすよ。ついてそう。普通になんか娘がいそうって言われる。そうそうそう。全然、まだ今のところバツも丸もついてない、今のところ。なるほど。ああ、別に結婚願望もそんなないんで。ないですね。そうですね、うん。あ、今何歳なんですか、リアルの。俺今、29っす。あ、29。あ、でももうそろそろじゃないですか。で来週30歳っす。おお、ありがとうございます。なんか欲しいって言ってた。家が。すいません、じゃこの紙にここにサインと印鑑だけ。もう大丈夫です。あの、一人身でも立てる方いらっしゃいますから。そうですよね。まあ、全然います、全然います。全然俺も立ててえもん。普通に。でも一人身で。そうですよ、ね。一人身で家建ててっすよ。全然どうです。いや、そうなんですね。30。そう、30ですね。結婚願望ないんですね。いや、ないっすね。全然なんか特にない。って言っちゃうとあれかなって思うけど、別楽しくなってきました。やっぱそうですよね。え、結婚願望あります？全然もうチャンスなんでいます。いつでも狙ってますよ。全然好きあれば。ああ、そっかそっか。好きあれば狙ってますから結婚。ああ、いつでも、いつでも。言葉がなんかちょっと違う、違うんですよね。狩猟みたいな。しとめに行ってますからね。大変じゃないんですかね。大変そうじゃないですか、結婚って。いや、まあ、周り見てるとやっぱ大変そうっすよね。なんかめんどくさそうっすね。やばい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 。大丈夫か。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫、大丈夫。そうなんだ。もう自由な時間は欲しいですからね。うん、何時に帰ってくるなんて言われたらもうその発狂しそうですもんね。だしそのシャワー浴びながら酒飲むとなんでそんなことで飲むのなんて言われるの。言われるよ。絶対。そう、そう、シャワー出てから飲んでとか。いや、絶対やばい。でもそしたら痩せれるんだよ。結果食生活もしっかり管理してもらってお酒も。実は一番の近道かもしれない。あの、結婚が。さっき言ってたじゃん、今年大吉でチャレンジすること大事っつったら。そうそう、チャレンジしよう。痩せますよ、チャレンジしよう。じゃあ今年に結婚しちゃいましょう。もうなんかでもノリって言いますもんね、結婚、うん、だから別に結婚してうまくいかなかったら別に別れりゃいいんですよ。本当そうですよ。そうそうそう、罰なんてね、もう本気で人に返した数ですもん。みんなもう半分ぐらいみんな罰ついてんじゃないですかね。現代人だ。偏見っすよそれ。
ちゃんとしてる大丈夫ですか本当に。そうそうそう、まあ、俺らの周りだけかもしれないですけど、ね、罰ぐらいみんなつきますって、ね、そんなもう全然昔はだってそのねその離婚とかってなんか結構重大なあれだったと思ったけど、今は別になんか離婚したって聞いても別にあそう離婚したおおそっかで終わりじゃないですか。そうです、なんで別にいいんすよ。本当にそうです。じゃあ今年結婚しましょうじゃあ。おめでとうございます。おめでとうございます。先に言っといていただいて、あので家は自分の会社 の納得住宅で建ててそうですね。そうですね、行きましょう。じゃあなんか全部揃いそうですね。やいつ TV で全部できる、全部できそう。なんかできる、全然できる。一番ねお金かかんないできそうです。確かに確かに。ガーデンも OK。 確かにいけるな。いろんな人いるからいけますね。確かにいけるわ。面白い。すごいですね。いけるよ。準備満タンっすよ。こっちは準備満タンっすよ。もういつでもいける。いいよ、日が決まってる。ちょっと冷蔵庫にシャンペン入ってる、入ってる、わーいっぱい入ってる。完璧完璧。さすがだな、ほんとすごい、面白。出会いの場に行きましょう。じゃあけど出会いあるんじゃないですか、やっぱその。いやいや、まあ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 、そこはね、あ、そっからか。いや、非公開にしてるんで。じゃあ年齢と、あ、年齢は非公開にしてる。年齢はじゃあこっちはね、非公開にしてるんで。なるほどなるほど、はい、じゃあわかんねえな、このな、ね、トントンっていくのか。そう、全然行っちゃう可能性もありますしね。もし出会いはないっすよ。あ、本当っすか。全然ないっす、ね、仕事上ないっすね。ないあ、いてももう、だからあれか、夫婦だもんな。確かに。ご結婚されてる。だから絶対、確かに。だから同業者のどっかとかそういう感じでもないですか。いや、ないか。もう社内恋愛か。もうないっすね。あ、ないんだ。意外とないっすね。インテリアのメーカーさんとかないんか。いや、あるのかもしれないけど、そこまで別に、うん、ああまあな、仕事上での付き合いはな。逆にあります。いや、俺もだって基本的にもう夫婦が相手だったりするんで。そうですよね。現場で会うってないですもんね。ないですないですないです、そんな全然全く。ただ僕なんかイベントとかやったりするんで、それで出会いとかあるんですけど、別にそこからどうこうっていうのは特に。ああ、やられてましたね。なんか見ました見ました。すごいですね、あれイベント。あ、そうそうそう、はいはいはい。イベント行くか、じゃあ。俺ら、俺も一緒に。来週っすよ。来週の。来週どこでやるんですか。トライアルパークカンバラス。カン、え、静岡、あっちのですか。トライアルパークはカンバラ、ふ、あ、富士の近くっすよ。富士川の。ああ、そうじゃん。カンバラスも。カンバラス。そう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 。へー。トライアルパーク。伊原高校のグランドアトチス。あーあー。うん。はい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 。そうそうそう。そこで。へー。ざっと、な、30店舗ぐらいかな。あ、来るんですね。来て。はいはい。なんかご飯やら、なんか雑貨やら、ご飯、ご飯キッチンカーとか。そうそう、ご飯キッチンカー。そう、だからもうみんな行きましょ う。カレーとかあります。カレーなんてもう飲み物っすから。本当にカレーは飲み物だね。確かにね。え、一番好きな食べ物なんすか。うわ、ラーメンっす。早っ早っ。いや、マジですごいんですよ、こいつ。ラーメン詳しいし。あ、そうなんだ。そう、詳しいし、どこでも行くしみたいな。ああ、本当にね。写真のフォルダもラーメンめっちゃあるもんね、携帯の。ああ、通だと思う、結構。おすすめは、じゃあ、すぐ言えるよ、静岡市のおすすめは。静岡市はココンっす。ああ、全然知らねえな。行ったね、ココンね。美味しかったね。もう連れてったんすよ。いや、美味しかった美味しかった。へえ。流通のところなんですけど、うん、流通、うん、あ、そう、物流センターみたいなのところの中なんですけど、うん、へー、あれすごい。でももう並びます、もうめちゃめちゃ並ぶっす。そう、鳥、あれなんだろう、鳥、昔ながらの中華と、あと、そういう感じですね。あれはもう確かに美味しい。あ、そうなんだ。バッチリうまいっすよ。ラーメンか。ラーメン食いたくなってきたな、確かに。本当に、あの、毎日食えるんで。焼津は、焼津あります。焼津か。焼津はでも、それこそそのインターの近くの秀司さんもそうですし、はい、ただ、そう、
僕もあんまりこっちのその地名をまだ覚えてないですよ。そっかそっか。ただラーメン屋で検索していくんで、うん、そう焼津か藤枝かみたいなそのラインみたいなのあるじゃないですか、うん、そこのラインをごちゃ混ぜでいくんで、うん、例えばその向こう側だと、うん、レオさんですか、うん、レオさん、そう知らない、もう知らない、いや知らんの、うん、あーみたいな感じで言うから知っあっちかここ来たことある、あ、マジですか、うん、あそこめっちゃうまいですね、へぇ、昆布水つけ麺がめっちゃうまいです、あすげえ、もうなんかメニューまで次はもう裏でしょ、あ、そう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 、ラーメン屋番組やってたじゃん、そう、ラーメン屋ここでね、パーソナリティやってたの、へぇ、すげえ、あの、パーソナリティやってたのはね、あの、あそこラーメン屋タル、あ、はいはいはい、タルは知ってるな俺、タルのカッチャーが番組やってた、あのインターから下ってくるとこっすよね、そうそうそう、あ、そうなんだ、セットがうまいよね、いやマジで冷やしと、あったかいやん、あー、はい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 、すげえ盛り上がってる、半端で食べれるもんで、あったかいのも冷たいもん、へえ、美味しいですね、おたくらは一杯ずつ食べると、うん、しっかり一杯ずつ大盛りってできますか？ラーメン好きなんすね。本当にラーメン、あ、ラーメン太るのか。ラーメン太りますよ。そうか、ラーメン太るんだよな、カロリーが。もう本当にカロリーもそうですし、塩分もそうですし、死ぬよって言われる。しょうがないですよね、もうそれに関しては。本望です。そうだよな。我慢するより、ね、もう食って贅沢して死んでった方がいいっすもんね。確かにな。我慢して死ぬよりいいっすよね。好きなもんを好きなだけ食って死ぬ俺は。ちゃんと。もうちゃんと親にも言ってます。ごめんだけどって。俺はもう好きなもん食って死ぬ。さすがだな。いいな。貫いてるんで。いいな。本当に。ラーメン屋。俺もラーメン屋開拓してえな、知らねえもんな全然、めっちゃ楽しいですよ、楽しいですか、はい、この前はあれ行ったな、クリア、あ、クリア美味しいですね、あ、クリア、唐揚げ食べた、静岡の方のクリアでは唐揚げ食ったっす、なんか藤枝あるじゃないですか、うん、藤枝もあります、ね、藤枝にあるの、また、ね、駅なんですよね、うん、ちょっと違うですよ、あの店舗の雰囲気とかも、藤枝で食ってって感じですね、この前、先週か、でき知らなかったですか、へえ、駅南の、ぜひぜひ行ってください、それでてください、え、これに来た担々麺屋さんなんて、あ、なんだっけ、初ああ、行きました行きました、あ、行ったね、行ったじゃん、知らない、行ったじゃん、ちょうどあのお客さんのお家の近くで、ね、いあれ行ったよね、藤枝のモデルハウスの、そう、通り、ね、行った、すごい、いつも並んでる、あーそこ美味しかった、あそこめっちゃ分かったですね、汁なし担々麺食いました、あ、うまそう、汁なし担々麺うまそう、すごい、このオーナーさんがこの間ゲストできたんですか、へえ、昔とか1週間に 1,2 回食いに食ってね、へえ、すげえ、あそこも並ぶね、確かに並んでるわ、並んでましたね、え、県外にラーメンの旅みたいなのは行くんですか、それまで行きますよ、行くんすか、行くんだ、いや、こいつは行く、こいつは行くだろうね、多分、本当にでもすごいな、どっちが用事か分かんないです、用事があった時に行くのか、それともラーメンがそういうことかすごいな、ラーメン食ってついでに行くかみたいなのもあるんで、絶対ダイエットできないじゃないですか、無理無理、全然無理、2キロも怪しいっすね、交通費の方が高いでしょ、多分交通費の方が高いっす、でもちゃんと痩せることを意識して、あの野菜入りにしてるんで心ばかしの気持ちだけね、ちょっと抵抗してるみたいな野菜も取っとかないとみたいな、キャベツともやしも入れとこうみたいな今日は頑張っちゃうぞっつってやばい、面白いな、ぜひ三桁を目指してもらった方がいいんじゃない、いやー、そう、どうなんだろうね、どうなんでしょうね、いやー、多分見けたは厳しいですね、今あと30キロぐらい行かないと、きつい、20、30キロか、20、30キロの壁はマジでやばいっすね、いやー、大変だろうな、だから食って、そう、100キロは才能って言いますよ、ほんと、さっきその話したんですよ、ほんとに、そうそうそう、俺行かなかったからな、100キロ挑戦したけど、挑戦したけど行かなかったから、100キロチャレンジ100キロチャレンジしたけど、ほんとに
たどり着かなかったからな、100キロ。いや93キロで終わったんで。93まで行ったんすか。93まで行って、あ無理だなってなって、これは俺にはできねえってなって、はいはい、落として、そっから80、今86ぐらいで、もう何年間がずっとキープですね。落としてって言えるのがすごいですよね。確かに、あ筋肉なんでね、すぐ落ちるっていうか。わかります。そう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 。でも筋肉落ちないっすよ。マジで落ちる落ちる。本当に胸板って落ちなくないですか。あ胸板、まあどうだろうな、足とかどんどん落ちて脂肪に変わってったりとかあるけど、まあなあ、もうマジで、うん、なんでお前そんな胸板厚いんだって俺よく横の厚みが本当にお前縦だよって。そうなんだよな。まあじゃあダイエット頑張ってください。頑張ってください。頑張ります。頑張りますよ。多分多分ね。痩せたいの結局。マジで俺痩せたいは痩せたいですよ。でも食べたい。いやラーメン食えるんだったら痩せます。ラーメン以外食えなくなってもいい。あーそういうことか。確かにそうなんです。そこにで全振りすれば、はい、あーこれはもうラーメンだけで一生終わってもいい。あーすげえ好きだラーメン。でもカレーの匂いがしたらカレーに匂いがしたらね、カレーラーメンっていうカレーうどんあるよ。カレーうどん、米粉で作ったカレーうどん。うわ絶対うめえじゃん。へえすげえ。そうなんか青森にねカレーバターですね。味噌うんラーメン、うん、すごそう、すごそう、美味しいですね。いや北海道は行ったっす。あ北海道ラーメンのイメージだな。札幌行って函館行って、うん、旭川行けなかったんですよ。すごいね。静岡県はラーメン結構うまい部類なんですか。美味しいと思うんですよ。やっぱそう、ね、いろんなものがあるっす。まあ、確かにそうだよな。これっていうのはそんなにあれですけど、静岡独特のものはないかもしれない。そうですね。まあ藤枝のその朝ラーとかじゃないですか。あその文化的なもんで。そうです。あ中肉のない。あマルゲン。マルゲンそうですね。藤枝のあの夜中に行くやつ。キャベツの方ですか。え？あのキャベツを持ってる方。マルゲン。マルゲン。あっちか。あの丸の方です、ね。丸の方。うん丸の方のやつですね。夜中に行くんですか。夜中朝の夜中の3時から。え夜中の朝の5時くらいなんです。あ、俺そこまで行かないです。え、それは何なんですか。そういうサービスなんですか。そういう店。店。たった2時間。だからもうあれですか。締め狙いですか。あ、もう締めじゃなくて、もうそれをメインにするから、それに行こうと思ったら前の日もう9時頃寝るんですよ。締めとかじゃなくて。へえ。もったいないもったいない、そんな締めになんか。お酒の後になんかそういう感じなんだ。そこはね食べた方がいいですよ。いやけど朝3時から だから自分の体をそこに持ってくんですよ。頑張ります。それを食べるコンディションだから前の日はもう夕飯食べないで寝るんですよ。で夜中の2時頃起きるんですよ。支度して行って開店を待つんですよそこで。やばやべえですねそれは。で3時半ぐらいに食べれて、食べ終わって用事ちょっと過ぎぐらいに近いって寝るんですよ。すごーすごいな。ありだなありだな。めっちゃ私あそこのラーメンが一番美味しいと思う。へえー、すげえ。俺そこが昼間の時に行ってたよちょっと、うん、そうなんだ。行くか。そろそろ時間じゃないですか。マジ。そうっすね。もう判断。もう終わってくれ。はい、ということで、はい、ありがとうございました。すいません。乱入しました。やべやべ。乱入しました。またよろしくお願いします。はい。チョリのエンジョイニュア遊びでした。続いての番組は、タッピーのジョイトゥーザワールド、ゲスト、ムツキさんです。よろしくお願いします。